右のサイドハーフ、オナイウ・ジョージ、ボランチ、松井蓮司と長澤和樹、左のサイドハーフに相良龍之介、前線は郷家裕太と、そして5月 J2 月間 MVP に輝きました中島元彦が入るという布陣になります。ワンアンカーに秋野博樹、そしてインテルオールに加藤勝とマテウス・ジェズス、そして前線右のウィングマルコス・ギレルメ、センターフォワードエジガル・ジュニオ、現在リーグ得点王です。左のウィングには笠柳翼、20歳の選手が入るという布陣になりました。その加藤のボール、中央に入れてきました。ヘディング、林、エジガル・ジュニオのヘディング、キーパー林よく抑えました。いやー、財前さん、今一つ大きなチャンスになりました。長崎です。タイミングぴったりでしたよね。加藤からワンツーリターンを受けました。ギレルメ自分で行く、勝負に行って、さあかわして中折り返し、ハンドがあったということで、これが PK になりました。PK のジャッジが今笛が吹かれました。決めました。これでまたリーグトップ12ゴール目、先制ゴールを挙げました長崎です。冷静に押し込んでいきました。さあカウンターから PK、 そしてしっかりと決めました。米田の前の推進力はあります。そして笠柳、中に、ここにジェズス、笠柳、エジガルジュニオ、後ろから秋野のシュート、サイドから連動して中、最後は秋野がシュートに行きました。さあ増山が今度はサイドバック上がってくる、中に入れてくる、エジガルジュニオ、キーパー林出ます。あっと落としたところにヘディング、なんとかしのぎました。待てです。ゴールへと向かってくる姿勢があります長崎です。中島のところに合いませんでした。これを狙って長澤かわして、ギレルメから裏、シュートはまだこぼれている。コーナーキックになりました。シナルジュニオがシュートに行きましたが、あっとこのパスが、おお、これは合計につながりました。そしてダイレクト、逆サイド見ていた相良、ボレーシュート、長澤よく見ていました。最後は相良ボレーシュートに行きました。ここに松井経由して送り込んだボール、遠いサイド、フェイントはポストに当たりましたが、ここは相良のヘディング。長澤選手ファーサイドよく見てましたよね。まあ、この中で相良選手ですか、はい、難しいヘディングだったと思うんですけどね。ニアを狙ったいいシュートでしたけどね。ギレルメがこの位置で守備をします。縦の差し込み、これも読んでいました仙台です。玉際の出足がいい仙台、ボールを奪います。そしてオナユからの低いボール、ヘッド、合計2点連発、追いつきました。強める中で豪華がゴールを奪いました。ワクビワテックスタジアム仙台、ギアを上げて臨んだこの後半、点を取りました。かわして、さあギレルメ、ギレルメ国際に入る、ギレルメはシュートいった、ジェズスよく防いだ。林、セーブ数1位は伊達じゃない、その姿を見せました。林です。ゆっくりとプレスをかけたジェズス、さあサイドが空いて、縦に速いボール、オナイウ、オナイウ、中島越えて、ここに妙がヘッド、
ンターシチュエーション、決定機を迎えましたが、明眼のヘディングはクロスバーの上。送り込んでゴールに向かうボール、パンチング止めたボールにオナイユ。さあここはグランダー中島、パス供給、姿のヘディング合いましたが、ゴール方向にはボールは向かいませんでした。まあ、ここから中島選手がいいところで受けたんですけどね、まあ、しっかり菅田選手の振りを見逃さず見たんですけど、なかなかタイミングが合いませんでしたね。これも低い弾道ヘディング、クロスバー、混戦シュート合計。誰ですかね、妙眼のヘディングですかね。林は前を見ます、長いボールを送り込みます。有田がいます、スピードがあります、その有田、有田中送り込み、ヒールでシュートは松下、アディショナルタイムで逆転、今シーズン初ゴール。キーパーからのフィードだったんですけど、背後取れましたよね。まず、まあ、ここから有田選手が中山選手を見たんですけど、中山選手ちょっとフリック気味ですかね、まあ、そこスルーして、松下選手ボランチですよね。ここボランチがここまで入って、まあ、キーパーを見て冷静にコースを狙ったシュート、素晴らしいゴールでしたね。渾身のガッツポーズ、ワンマンを頭落としてシュート、ブロックする、中村ヒールで切り返し、送ったボールにファンマだ、なんとアディショナルタイムで追いつきました。負けなし長崎、ファンマが追いついてみせました。さあ今日リーグ戦初めて出場した中村啓太からファンマという、まあ、中村選手からのパスなんですけど、そこに5、6人いますからね、はい、この迫力ってところはファンマ選手が入れましたけど、迫力ある人数のかけ方でしたよね。悔しさをあらわにします。ここで試合終了の笛、これで長崎17戦連続負けなし、クラブ記録更新、なんと最後で劇的長崎。